本日は3月巻き5月撮り、春から始めるほうれん草ですね、うん、意外や意外、植え付ける、ほっとく、収穫する、横着栽培ができるという代物ですな、ですな、はい、じゃあ、詳しくは本編を見てください。こんにちは。こんにちは。どうも。岩崎です。今日はちょっとだけ花粉が、ちょっとだけ。ちょっとだけね。やれてます。まあ花粉はさておき、はい、今日はですね、3月巻き、うん、5月撮り、ほうれん草です。イエイ。うん、結構ね、これおすすめですね。はい。なぜおすすめか。植え付ける、ほっとく、収穫する、横着栽培ができるんです。できる。まずですね、ほうれん草で発芽結構しにくいんやけど、まあ、今晩雨やねんな、うん、で雨降り前に巻いとけば気温もあってすぐ芽が出ます。3月は、はい、うん、で、だからその発芽の難点もクリアします、うん、で、その後芽が出た後、うん、普通なら農薬いるんですけど、ねえの、やっぱこの時期ね、虫少ないんやよね。あ、まだで本気で虫が出てくるのがほうれん草収穫する5月ぐらいやねんな。お、だから今までは農薬、この夏巻きはやってないな、やってないな、うん、除草剤はね、種巻きした後明日でも巻こうかと思うけど、うん、このラッソー乳剤ってやつね、うん、でもそれ以外はもうあとはほっとくだけやな。巻かんな、うん、それでいくよ、うん、虫食うかうちらが取るか、うん、が先へ、うん、だから虫もそんな食わん、食わん、うん、食わんなので、いいですよ、いいですよ。次に、はい、まあ、その注意点があるんですね、はい、それでもね、一つ目はこれ品種ですね、品種、これサマースカイって、うん、これ夏用のほうれん草です。夏用ね、うん、北海道とかその飛騨高山とかああいうところで夏に作るやつじゃない、うん、でこの辺の中間地は、3月から4月ぐらいで6月ぐらいに取れるよって書いてあるんやけど、うん、いや5月で十分できるから。できるできるできる。でもなぜ夏用を使うか、うん、これね、あれよ遠立ちしにくいのよ、うん、ほうれん草ってな、うん、気温じゃなくて火の長さで遠立ちするのよ。火の長さ、うん、だからだんだん火が長くなっていくやん。あ、これからね、うん、日照が長くなるからそれに反応して遠立ちするんやけど、うん、それを遠立ちしにくいような感じの品種らしいのよ。かっこいいな、うん、まあそれを巻いとくのが無難かなと思います、うん、ということで、夏用のほうれん草、はい、ただ注意点もう一個ね、はい、味は冬の方がうまいです。まあまあね冬の方がうまいです、ね、はい、ただし、まあこれはね、販売する方だけですけど、はい、5月6月頃は特にこっちのね、あったかい地域はほうれん草なくなるんです、はい、直売所持っていくといい感じで売れるんです。そう、ちょっとしたねつけるよ、つけれるよね。そうそうそう、そうそう、だからね、まあ美点でいくと横着栽培だから農薬いらないね、有機栽培とかでも全然いけるのね、うん、うん、であとは栽培が簡単ってことやな、うん、あとはね、意外とできた頃、収穫の頃に高く売れる、うん、いいですよ、いいよね、うん、まあ、難点はそれほどうまくはない。まあね、まあ、ほうれん草っていうだけだね。そうそう、おう、ということで、ごんべいさんで種をまいてみたいと思います、はい、それではやってみます。
ということで種まき終わりました。はい、だいぶ種余った、うん、よいしょよいしょ。あれやね、うん、お畑の情報を言ってなかったね。おここ面積250平米ほどです。はい、なので種めっちゃ割りました。余った。うん、これ3万粒かな。そうだね、一袋ね。うん、うん、うん、そうやな。なので、またあの畑が余るようならもうちょっと種まきしたいと思います。うん、おちけえか、おちけえ。で、ね、土作りはね、はい、あれですわ、ここ石灰窒素を、はい、40キロ、はい、あと駆動石灰も40キロ以上やな。駆動石灰ちゃうわ、あれ、ね、あの、あれ、何だっけ、油かす、うん、ね全然違うやん。窒素がいるからね。そうそうそう、アルカリにせなあかんからね、うんうん、黄色くなってくるから、うん、ということで、巻き終わりました。はい、まあ、あの5月取りをね目標にほうれん草を作ると、うん、利点としては植え付ける、ほっとく、収穫する、横着栽培ということで、まあ、ほぼ農薬がいらない、ね、過去3年間の経験でまた虫が湧いたらいるかもしれんけどね。お前な、あとは、ちょうど5月の収穫時期に、なんだあの販売する人がいなくなって、うん、ちょうどもうほうれん草が終わり時期な、うん、一番最後の名残の時期に当たるんで、まあ、それなりに高く売れると、ね、120円、150円、うん、目標は250円やけどね。高っ。そこまでいかへんからまあその辺は相場とかいろんな天候のあれで売ります、ね、で、デメリットとしては味が美味しくない。まあ、うん、そうだね、だね、まあ、形がほうれん草、形がほうれん草だって栄養価も少ないから、はい、まあ、注意点は、夏用のほうれん草を使った方がいいよ、はい、ということですね、うん、はい、ということで、今日は3月巻き5月取りのほうれん草やってみました。はい。はい、良い？良いよ。はい。特に面白い話はこれしてなく。結構真面目やったな。真面目やったな。うん。ああ、あかんな。あかんか。でももうちょっとしたらこうひたすら真面目に自然薯のかぶりもしてやるから、ね。なるほど。はい。おしまいです。はい。それでは皆さん、さようなら。